それでは最初に玄武団長の村田さんよりご挨拶いただきたいと思います。皆さんおはようございます。玄武団長の村田です。今日は全国からですね、こんなに大勢の方に集まっていただきまして本当にありがとうございます。私たち神奈川訴訟はですね、横浜地裁に、提訴してからちょうど10年4ヶ月になります。64世帯の174人でスタートした、裁判ですが、ここ東京高裁で4年余りの時間をかけて、今日、判決を迎えることになりました。この間ですね、私たちの原告でも8人の方が今日を迎えることなくお亡くなりになっています。今日は56世帯、176人でこの判決を迎える形になります。ご存知のように一昨年の最高裁の判決以降ですね、司法の流れはかなり、逆流と言っていい状態にあると思いますが、私たちの背後にはですね、この原発事故によって多くの命を失い、さらには
今まだ、ふるさとに帰れない人が数万の人がまだ全国に散らばっています。そういう被害をですね、被害の実態を、私たちはずっとこの法廷で訴えてまいりました。私たち神奈川の弁護団が法廷で訴えてきた書類はですね、おそらく1メートル以上になると思います。本当に被害の実態を含め、この原発事故の責任を明確にするようにですね、本当にこの10年間力を合わせてやってきました。私たちは やるべきことはやった、言うべきことは言ったというふうに、確信しています。やはり司法がですね、しっかり支えてくれなければ、今この日本の状況、政治状況、国会の状況を見てもですね、ここで やはり司法がガンと頑張っていただく、いただかなければこの国は持たないと思います。元日早々の能登半島の地震を、皆さんと一緒に見ながらですね、このなんと危うい、この原発を抱えて、我々は生きているのかということを改めて、実感したところであります。今日は、必ずや、司法の良識が発揮されるものと私たちは信じています。今日はとてもいい天気で、私の避難先の横浜から出てくるときに富士山が真っ白に青空に浮かんでいました。私は昨夜横浜の名物のカツルツァンのとんかつを食って焼酎を飲んでまいりました。きっといい報告を皆さんと一緒に喜べると思います。ここから新しいまた戦いが始まるなという実感を持っています。今日一日よろしくお願いいたします。はい、今日の委員は大きく語られたと思います。カツレツさんのカツもこの結果に結びつきたいと思います。この後11時半判決言い渡しになります。11時5分には、抽選の締め切りになりますので、そこを踏まえて簡単な集会ということで進めてまいります。で次に、弁護団長の末地弁護士の方からご挨拶いただきたいと思います。神奈川弁護団の弁護団長をしております末地でございます。本当に皆さん今日朝からこの寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。この民衆の歌で送っていただいて横浜地裁の判決も聞きました。その日からもうすぐ5年になります。その時に勝ち得ることのできた国に対する責任を認めるという判決を今日も必ずや得たいというふうに思っております。この5年の間に本当にいろんなことがありました。コロナで緊急事態宣言が出て、それはもうとっくに解除されましたが、原子力のこの緊急事態宣言は未だ解除されておりません。そして今年の1月1日には能登半島でまた大きな地震がありました。そこで皆さん避難をされている方々のニュース等で見ると、本当に皆さん我がことのようにというか、本当に昨日のことのように思い出しておられるのではないかと思います。またあの辺りですので、皆さん本当にその原発のことについても本当に危ないというふうに思われたと思います。でそこでとりあえず大丈夫だというような情報が出てきて、ひとまず胸はなで下ろしておられるかと思いますけれども、その後で油が漏れただとか、それから外部電源が切れたとか、そういったこの裁判でも何度も出てきているような問題が出てきています。本当に紙一重のことであったのではないかというふうに思います。でその後また出てきている情報によりますと、東日本大震災の後で津波についての想定は変えたけれども、地震についての想定はなんと1997年の長期評価のままであるというような情報も出ております。本当になんということなんだろうかというふうに思います。でこれはやはり国がしっかり自分たちの責任だということを認めていないから、その
見直しとかそういったこともなかなか進んでいかないということがあると思います。それが団長もおっしゃっていたように本当にそこの点をきちっと進めていくということがまさしく重要だというふうに思っております。 ですけれども一昨年の最高裁判決以降国の責任が認められていないということは皆さんもご承知のところだと思います。各裁判所の中には本当にその結論だけに従ったところもあればなんとかそこに理屈を考えようとしたような苦労されている裁判判決例というのを見るわけですけれども、でもやはり最高裁の結論というものは大きくてなかなか変わった判決が出ていません。しかし我々の神奈川訴訟では別の論点を持って国の責任を問うております。この点を東京高等裁判所本当に真摯に受け止めてくださっていたと私たちは感じておりますので、今日はその点についても認められた判決が出るものというふうに期待しているところです。もう一つ損害額につきましてもこれはこの間に、中間審の見直しがされましたが、そこにおいても区域外の方についての見直しというのはこれは先送りされているところです。それは他の部分についてはこれまでの判決例の積み重ねの中で、指針が少し変わってきた広がってきたわけですけれども、このところについては判決例としてもなかなか大きく認めているところは出ていないというところで、横浜地裁がこう認めた点は少し進んでいるわけですけれども、この点についてもこの、弁護団においてこの神奈川においては強く主張してきたところです。この点も一歩進めた判決を得られるものというふうに期待しております。そういう意味で、今日、私たちは大きな期待を持って臨んでおります。入っていただける方には一緒に聞いていただきたいですし、当たらなかった方にはすぐ報告をしたいと思います。本当に今日また一日長丁場になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。今日ありがとうございます。先生ありがとうございます。本当に神奈川の弁護団、この間積み重ねてきたその、別の観点、それを明快にして今日の結果が出るかと思います。続きまして福岡の福島県立神奈川訴訟を支援する会福岡の共同代表、久保さんよりご挨拶いただきたいと思います。共同代表の久保です。寒風吹き去る中、全国から大勢の皆さんに応援に駆けつけていただきましてありがとうございました。この寒風に負けない暖かい判決が出ることを期待しています。しかし出ない場合でも私たち神奈川の支援する会は皆さんをこの民衆の歌の音楽ふるさとの歌で送ることにしております。判決いかにかかわらずこのあったかい民衆の歌で入廷したこのことを土産に今日一日頑張っていただきたい。そしてどんな判決が出ようとこの民衆の歌であの寒い日に東京高裁に入ったことを思い出に温かい心で帰っていただきたい。私たちは今日一日皆さんを応援するために特別編成のこの民衆の歌だそうだ、これにしていただきます。どうかこれからこの音楽に守られながら入廷し一日の裁判を過ごしていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではこれから入廷行動を入廷していくわけですが、それについて、杉浦さんの方からお願いします。はい、こんにちは。未来合唱の、こちらの今日みんなが集まってくれて、歌を歌ってくれました。今一度拍手を。ありがとうございます。中尾さん、1分ぐらいでちょっとね、メッセージを。皆様、今日は朝からお疲れ様です。私たちは国会前で、月に1回、民衆の歌を歌っています。政治に対する怒りですとか、思いをぶつけるために歌を通じて歌っています。
私たち一人一人は本当に民なんですけれども、集まれば民衆になる、そして歌えば民衆の歌声になって大きな力に届くという、そういった思いで歌っております。本日皆様と共に、その思いを、表せたらなと思っております。心を込めて歌いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは、入廷をしていきます。ここが11時5分締め切りなので、皆様の奥 の抽選のところに並んでいただきたいと思います。それではまず、送り出しをしたいと思います。ではお願いいたします。皆さん、その後で並んでいきましょう。はい、はい、はい、じゃあ普通に入りましょう。じゃあ行きましょう。戦い物の歌が聞こえるか、この他のドラムと響き合えば、新たに忘れ命が始まる。始まったと基礎さまずが列に入れよ、熱に入れ弱いなの。皆さん、それはあの、お店の向こうに世界がある。戦いと勝ち夢の道、戦うもの、戦うもの、歌が聞こえるか、この歌のドラムと響き合えば、戦うものの歌が聞こえるか。
残念ながら否定されました。その理由として、挙げていたのが、ほとんど理由はないので、この後用紙を見ないと分かんないんですけども、結局対策を取ってあの事故を回避できたとは認められないという理由のようです。でそれ以上に詳しいことが書かれていないので、言われていないので分からないということです。で損害額なんですが、原審、横浜地裁判決が認めたのが約4億2000万円。で、今回
回、この交際の方で認めた総額が、大体4億6千万円となっているので、損害額の総額自体は少し上積みになっているということになります。で、その損害の中身はまた見ないとわからないのですが、判決の中で、その損害についての理由がいくつかありました。まず生活損害、ふるさと喪失慰謝料というものをしっかり認めているようです。それから避難指示がなくとも、認めている場合があるということで、区域外の方が、若干前進している可能性があります。内容をちょっと見てみないとわからないです。で、損害の計算の仕方については、おそらく、元居住地をいくつかのグループに分けています。それはアルファベットの A1、A0 などと、言っているので、具体的にどこの区域か分かりませんけれども、ある程度その区域によってということです。で、区域ごとにその期間を、相当と認める期間を足して、月10万円を加算していっているというやり方、これが、どうやら一つの慰謝料の構成の仕方のようです。それから特別事情、過酷避難、避難所等のものがあれば、これを増額するというものになっているようです。で、あと、ふるさと喪失に関しては、根本的な生活基盤を喪失させたというのは、結構、我々が言っているような主張をそのまま、取っているような節があるので、文言、用語はですね、かなり損害については、違和感のない用語が並んでいるような気がします。で、あとは、元居住地ごとにということなんですが、帰還困難区域におけるふるさと喪失慰謝料というのを800万円、ちょっとこれと避難者の関係がわからないので、総額がわからないです。で、居住制限区域に関して、どうしようかな、避難指示解除準備区域が400かな、はい、居住制限が100だったかな、ちょっと詳しい数字はまた、居住制限が400か。避難指示解除が100ですね。というふうに、ちょっとこの数字がなんでこういう形に変わっていくかわかんないんですけども、そういうふるさと喪失慰謝料というのを一応求めているようです。で、ちょっとここから先がわからなくてですね、ただ、原審の横浜地裁判決は、いわゆる中間指針の第5次追放の基準よりは、かなり損害額として、高めに、出ていたものなので、実はそれが総額として、上積みされている。それと、一審の時から、取り下げ等があっていなくなってしまった原告さんの分もあるので、それらも加味すると、若干損害額、総額については前進している可能性があるというのが現状となります。でそれがちょっと具体的にどの程度かは、現状ではまだ分からないので、その後判決の方を分析して、報告集会の方で、ご説明できるようということになります。この後村田さんにと思いますが、最後の一言だけ、その間8名の原告さんが亡くなられてですね、取り下げ等もあったりして、ここまでたどり着けた方も、もうかなり疲弊している状況で、今日の、裁判に救いを、見出したかったわけですが、残念ながら国外敗訴です。ただ一審立っているんです。二審でひっくり返っています。まだ最高裁が一勝一敗で最高裁行きたいと思います。じゃあ私から以上で村田さんにお願いします。一言で言って残念です。一審で認められた事実と今回判断のもとになった事実は何にも変わってません。事実は全く同じなのに、なぜ反対の結論があるのかということだと思います。一昨年の最高裁の判決以降の6つの判決が全て同じ結論になる。これどうしてこういうことになるのかということを今一度改めて分析して、これを変えていかなきゃいけないという新たな決意を抱いたところです。本当に残念です。司法は事実と法律に、法令に基づいて判断するのが仕事のはずです。そうだ。どうして同じ事実に対して全く逆の判断が出るのか、それを我々を含めた全ての国民の人に納得させられる論理なのかどうかというのが問題だと思います。
圧倒的なものについて私たちは決して主張を曲げるつもりはありません。これから最高裁に向けて皆さんと一緒に手をつないで必ず今月の方を解消するという決意で今日から出発したいと思います。よろしくお願いします。はい、全く残念な結果になりまして、応援していただいていたのに全く申し訳ない思いでございます。最初に法廷で聞いてらした方、長い A のいくつがどうとかこうとかというのがずっと続きました。あれが最初に、控訴原告と控訴東電というところで始まりましたので、これは東電と我々のところだけについていくのだということは、まあ、よっぽどのことがなければそこを書き分けないと思いますので、予想はできたところでありますが、それからのかなり長い時間を聞き、そして、その後で国に対する控訴棄却という、まあ、それまでのところから聞いていれば予想できる文言をはっきりと聞きました。大変に残念な思いです。その以外の金額のところにつきましては大変に細かい場合分けであり、全く今のところどこがどうなっているのかわからないのは黒沢前局長が説明した通りであります。少しその、損害の認め方についてはこれまでの積み重ねもあり、新しい見方を明らかに述べたところもあったように思いますが、あまり容姿が簡潔で、今までも皆さん傍聴に行かれたりして容姿というのを配られて読んでおられることもあるかと思いますが、本当に国の責任のところについては今までのどこの容姿よりも短いという本当に認められないんだということしか言っていないという感じでございました。で今弁護団の方で判決主文を受け取りに行っております。でそれをできるだけ早くコピーをしてみんなで読んで、皆さんに今日午後の時間にできる限りのご説明をしたいと思います。ですが現状としてはこのような果たしか出せないというところであります。ですが黒沢準局長からもありました、村田さんからもありましたが、今日これで終わりではありません。私たちが今まで述べてきた主張を、最高裁に向けてさらにもう一度練り直して皆さんと一緒に、作り上げていきたいと思います。皆さんと一緒に戦っていける期間が延びたということだけは私たちと喜びにして、頑張っていきたいと思います。これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。先にこの後また報告集会の日比谷の、はい、コンベンションホールで、行いますので、そこでちょっと詳しくご説明したいと思います。はい、じゃ皆さんこの高裁の残念な判決ですので、これを打ち破るためにね、また一丸となって戦えればと思います。じゃ皆さん一緒になってみましょう。最高裁まで頑張るぞということで、はい、じゃ村さん一緒にね最高裁まで戦っていきたいと思います。皆さんじゃ応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、皆様1時から日比谷のコンベンションで報告集会がございますので、引き続き、ご参加よろしくお願いいたします。歌が聞こえた頃があの
にさすがにあの人さすが列に入れよ我らの味方に取り出す向こうに運がれの手を振り取り出す向こうに憧れの世界皆聞こえるかドラムの響きが我ら捨てみたはずが来る